はい、山津農園さんとの高木さんのそもそもこう取り組むきっかけは何だったんですか？やはりですね、村松さんもまあ息子さんがいるんですけども、やはりまあその新しいものを新しい事業に取り組まなきゃいけないということで、うん、まあ、私もともと流通出身なんで、うん、食品を加工したり流通させるっていう一次産業の村松さんと、うん、二次三次産業ができる私、うん、高木大輔まあそういう形で、まあ、今村松さんの農業と私の商工という形で農商工連携を、取り組んでいるのが実態です。また農家の方もなかなかこうデザインに疎いんで、でこの看板見ていただいて、うん、ご覧の通り猫ですよね。猫なんだね、猫いっぱいいますけども、やはりこう農業にデザインを注入すると。このマーク何なんですか？これ、これは高木印です。私の縄張りっていう高木っていう意味もあるんですけど、やはり私も政治の世界に デザインが必要だって言ったと同じで、農業の世界にもデザインが必要だと。まあ結局あれですよ、政治も農業もマーケティングですよ。まあこれだから高木大輔マーケティング戦略の一つです。以上です。素晴らしいトピックだと思います。